お待たたたせしまししまま時間になりました、えー、それでは、えー、日本の労働を誰が支えるのか、えー、シリーズ、今日はちょうど10回目となりました、この節目の10回目に、えー、お迎えしましたのは、えー、外国人材の受け入れに関する円卓会議の重要なあ4人の、 方々です、えー、まず、最初にお名前だだけあの紹介をさせていただきます、えー、ますすずですねこの外国人材の受け入れに関する円卓会期、これはあの外国人労働者をただ受け入れるのではなくて、そのためには基本法が必要であると、そしてその,その提言を先日、あの山下法務大臣にも直接手渡しで渡されておるわけですが、この外国人材の 受け入れに関する円卓会議のまず、えー、共同座長、えー、大河原さん大、えー、日本国際交流センター理事長のまず、大河原昭夫さんです。それから同じく、その円卓会議共同座長を務めておられます、えー、未来をつくる財団会長、元警察庁長官の国松隆司さんです。お願いしますそれから この円卓会議のメンバーでありまして、えー、ものづくりの企業を束ねております、東京工業団体連合会、えー、講談連の会長であります、船久保敏明さん。それから えー、この円卓会議の事務,か事務局を務めております。日本国際交流センター執行理事の免寿俊博さんです。よろしくお願いします。ますこの4人の方々に、今日お話したいただくわけですが、では、そもそも、その外国人労働者を受け入れにあたって、なぜ基本法が重要なのか、ということ。それから、多分、今日、ここお集まりの多くの方々は。 なんであの国松さんがこの団体でこういうことをされてるのかなって多分多くの方はきっと思われていると思いますのでそういうこともあのこの後の質疑応答の中で、えー、お話しいただく予定になっております今日はとにかく全体として1時間いつもより少しちょっと短めの時間です1時間で、えー、お送りします、えー、前半まあ、30分から40分間お話しいただいてあとは質疑応答と いうことでい、えー、きたいと思います司会は NHK 解説員の武田勝と,と思いますそれではまずなぜ基本法なのかと いうことについて共同座長の大原さんからご説明いただきます。ありがとうございます。あの日本国際交流センターの大原でございます。あの今回あの武田さんをはじめあの日本記者クラブの皆さんのご配慮によりましてこのような貴重な機会をいただきましてあぐりありがとうございます。あのなぜこの在留外国人基本法かという話になる前にちょっと前座的になぜ私どもがこんなことをやってるかというところをちょっと簡単に、はい、なぜというところを話しさせていただければと思います。 けど私ども日本国際交流センターは1970年に設立されまして来年2020年ちょうど50周年を迎える非営利非政府のいわゆる NGONPO の,の団体なんでありますけどももともとあの日米議員交流などの事業から始めて、えー、その後まあ50年近く経ちましたんでその,その時々のまあ世界の大きな問題をあのまあ議論の場を作るというのをかなりなりわいとしてきた。 あの組織であります。常に意識してきたのがあの世界の中の日本というまことでありますけどもえそういう中であの本日のテーマでありますえ外国人の受け入れにつきましてもえ結構長くこれやっておりまして2005年頃からあの隣におります私どもの免許執行理事を 中心に様々な事業をで展開してきてきおりますあのいくつか具体例をちょっとご紹介したいんですけど、えっと、まず国内では、えー、人口減少と外国人の受け入れ構想プロジェクトというプロジェクトありましてその一環として、えー、多文化共生と外国人受け入れに関する自治体アンケートということで自治体のアンケートを、えー、実施したりという形であのかなり地道な形で研究調査活動を行ってきましたそしてあの世界との関わりという意味では えー、アジアにおける人の移動に関する研究調査、えー、および国際シンポジウムの開催とか、えー、日本とドイツの国際シンポジウム人口動態の変化とグローバルなあ人の移動の開催あるいは、えー、日本と韓国ですねの移住者交流、えー、提言事業、えー、など、えー、いくつかの,、まああのえー、事業をこの分野で、えー、行ってきたという経緯がございます。 そして、あの、本日のご参加の方、よくご存知で、先ほど武田さんからもお話ありましたように、政府が昨年新方針を打ち出しまして、12月に改正入管法が成立して、4月からは、実際に特定技能による外国人労働者の日本での就労が開始されたところでありますけれども、 その少子高齢化に伴うさまざまな問題がいよいよ顕在化していると今日日本の未来を考える際に避けて通れないこの極めて重要な外国人受け入れ問題について活発な議論が行われるということはすごく大事だと思っているんですけどもなかなかその包括的にその議論をする場が今世の中にはないんじゃないかという問題意識から始まりましてこの問題を長期的な視野に立て 外国人の望ましい秩序というのがポイントなんですけど秩序だった受け入れと定着の在り方を議論しようということで日本の将来に向けての方向性を示すことを目標としまして大変多くのセクターの代表の方々にご参加をいただきまして多面的包括的な議論をする場ということで今日おられます共同議長を務めておられます国松会長と 私とともで代表幹事という共同座長というお仕事をいただきましてこの円卓会議を立ち上げましたでお手元にその円卓会議の概要とかメンバー表とかあると思いますねそちらをご覧いただければと思いますけどその円卓会議のメンバーでいろいろ議論を重ねましてその結果今日ご説明をさせていただきます在留外国人基本法の 提言を出したということであります、えー、それであの以上が前置きでありましてその提言のあの具体論等についのどういう考えのもとでこの提言ができたということの詳細につきましてはあの円卓会議の事務局長をしております、えー、明治の方から説明をさせていただきますよろしくお願いいたします明治さんよろしくお願いしますはいありがとうございます、えー、日本国際交流センター執行理事をしております明治俊郎と申します あのまず今話大倉か,から話がありましたようにも円卓会議でございますけれども、まあ、これまで日本では人口減少という非常にまあ日本の国難ともいえる状況にありながらなかなか外国人の受け入れといいますとこれは移民イコールまあ犯罪者予備軍のようなです、ねまあ、そういうイメージもありまして、えー、まあ正面から あのまあ、国もそうですしなかなか、えー、メディアも取り上げてこなかったとこれは現実だったと思います、まあ、その中で実は人口減少はもうどんどん加速していくというような状況がございました、まあ、そういう、まあ、ことも我々まあ見ながらではじゃあどういう形でこのこのテーマを議論していくべきなのかで今お話,ありました話がありましたようにこれは単にまああの経済の問題でもない。 で社会をやはり日本の国の在り方そのものも変えていくような事、まあ、柄であるそういう意味で言いますと単に経済界の方が話し合って、えー、労働者不足をどうするかという視点だけではなくて これは自治体日本のです、ね、地方の在り方にもかかりますし、あるいはそれに関わる外国人に関わる、まあ、NPO の方々も実はもう何十年もかかっていらっしゃる、まあ、そういう、あるいは外国人自身、日本に住んでいる外国人自身はどう考えているのか、まあ、そういう意味で幅広い方々にご参加をいただいて、えー、外国人の受け入れ、これ、中長期の視点からこのことを考えていく必要があるだろう、まあそういうことで、まあ、昨年、えー、外国人材の受け入れに関する円卓会議ということを。 実施することをいたたししました、まあ、ということで25名の方に、えー、お声をかけご参加いただいたわけですけれども、まあ、初回あのこれは発足のための会議を行いましたが、まあ、20名以上の方が大変まあお忙しい方々なんですけれども私どものまあ趣旨にご賛同いただいてまた国松様にもです、ね、共同座長にもなっていただいて、えー、発足することができたということであります。 で、えーまあ、なぜこの未来と、ですね、それからあの在留外国人基本法と、これを2つ提言をさせていただいたわけですけれども、えー、と実はこの円卓会議、昨年発足したあと、まずですね、法務省の大臣官房、当時審議官であられた、えー、佐々木聖子,聖,子聖子さん、佐々木聖子審議官に、えー、来ていただきました。えー、と現在は、 えー、出入国在留管理省の長官でいらっしゃいますけれども来ていただいてお話をお伺いしましたでその中で、えー、日本、まあ、政府としてのですね新しい政策について お話をいただいたわけですが、まあ、それにつきまして、えー、円卓会議のメンバーの中ではですね、えー、確かに、えー、新しい一歩を踏み出したということはもちろん評価できるんだけれどもただそれだけで本当に十分なんだろうかという議論が出てまいりましたで外国人の方々が優秀な外国人の方が日本の社会の中で、えー、定着し活躍していただくためには、まあ、それをさらにですね一歩先を考えるべきではないかということを がございましてそこでまあ我々のその円卓会議の中で出てきたのは、えー、在留外国人基本法、まあ、そういうようなものが必要なんじゃないか、うん、これは、えーまあ、政府は、えー、今回の新しい方針で、まあ、人手不足が非常に甚だしいブルーカラーの分野で外国人の方を就労者として受けるすると。 これは今まで技能実習生、あるいはまあ出稼ぎ、留学生と言われるような人たちに依存してきたまあ。それを就労というですね。新しい在留資格を作ってま正面から受ける。これは非常にまあ素晴らしい方向転換であると思います。もう一つ外国日本に住んでいる。まあ270万人の外国人の方々、この方々すでに住んでいらっしゃるわけです。けれども、この方々に対して生活者としての対応する。強制のための対応する。こういうこともまあ。 あの法律の改正と同時にですね発表されたこれも大変素晴らしいわけですがただこの後半の方でその生活者たちの対応といいますとこれはまあ新しい政策は出ましたがこれは単に一時的なものではなくて、えー、継続計画的にこれやっていく必要があるだろうというふうにまあ我々考えたわけです。そその意味でそれを法的に裏付けるようなやはり 外国人の方々が安心して日本で暮らしあるいは外国人の方々日本の社会の中でしっかりした位置づけが得られるような法的な位置づけ、まあ、そういうものが作る必要があるだろうという議論になって、まあ、我々在留外国人基本法ということをまあ考えていき始めたわけであります。でもう振り返ってみますとそのまあ提言がなぜ必要かということのまあ一つの あの例でございますけれどもこの平成30年間に何が起こったかということをですね改めてまあ円卓会議の中で議論したわけですがでこの見ていただきますとこの左側でございますが平成元年この時1989年ですがこの時日本に住んでいる外国人は98万人でした。でその7割方は実は在留在日コリアンの 方でありましてそれ以外の外国人というのは非常にまあ少なかったわけです、えー、ところが平成29年、えー、これも260 0万人まあ、直近の数字ですとまあ、今273万人の方が外国人の方が日本で暮らしているとで在留資格もまあ、国籍も在留資格も非常に多様化してまいりました、えー、270万人と言いますとこれは広島県の人口に匹敵する数でございますが ただこの間、じゃあ政府は外国人の人たちにどういう政策を取ってきたのかというと実は、まあえー、十分な政策を取ってこなかったというのはこれまでだと思います。うん、で、まあまあ、30年間の政策空白と、まあ、あの少し大げさですが読んでおりますが、うん、じゃあこの間どうなってきたかというと、まあ、外国人への対応というのは自治体、市民へに、まある意味丸投げされてきたような状況であったと。 日本語しゃべれないという方がですねあちらにもこちらにもいらっしゃるというのがまあ実態であって、まあ、そういう外国の方がどんどん増えてきているというのが現実であります。それからダブルリミーテッドと言われるような現象が起こっておりますこれは例えば日系ブラジル人の方でいうとお子さんが日本語ポルトガル語どちらも教育も不十分な中で育ち日本にそういう方々が 定着されるでこの30年間というのはそういう方々日本で生まれてどちらの教育も不十分な方々が、えー、語学も不十分な方々が育ちその方々が結婚しそのお子さんがいらっしゃるというのはこの30年間です。で現実にその方々のお子さんがも日本で生まれてらっしゃって実はその方々のお子さんは日本の社会の中であの言葉の面で大変苦労してらっしゃるこれがまあ現実であります。 でそういうことを考えますとそのこれはその過去のこれからその昨年度昨年末にです、ね、政府の方針ができて外国人がたくさん入ってくるということもちろんありますがそれ以前にこの30年間政府が何も政策をとらなかった中で国内ではそういう、まあ、社会から落ち込まれた外国人の方々がたくさん実はいらっしゃるとその現実にしっかり直視してそれをもっとそれに それを理解した上でやはり新しい政策というのは考える必要があるだろうというふうにも考えるわけです。で下にちょっとドイツの例を書いておりますが、まあ、ドイツでは同じようにまあ政策の不在の期間ございましたが、まあ、現在は外国人に対するまあドイツ語教育ということも徹底して行うというふうにまあ変わってきているわけでございます。でもうう面でですすねその現在の状況ということいいこございますが この赤とブルーで示しておりますがブルーは日本人の人口の減少であります、えー、一番右端で言いますとこ2017年ですけれども日本人はまあ40万人人口減ってるわけですが外国人は17万9千人、まあ、18万人1年間で増えてるこの純増加分が18万人ということでありますこうある意味外国人日本人の減少を外国人の人たちが補うと。 これはまあ政府はまあ移民政策を取らないと言ってるわけですが現実としては外国人の方がどんどん増えてきてるこれはなぜかというとこれは人手不足人口減少でありますので、まあ、放っておくとどんどん外国人が増えてくるというのがまあ現実の姿ですでそう考えますとやはりしっかりした外国人受け入れについての政策がやはり必要であろうと、まあ、そういうこともまあ我々議論してたわけです。 でえー、じゃあなぜですね外国人を共に作る日本の未来ビジョン在留外国人基本法の提、えー、言かといいますと当初、まあ、我々円卓会議の中で議論をしましたのは先ほど申しましたように外国人の方々が日本の中で安心して暮らすためにはやはり基本的なやはりそ,のそれを裏付けるような 法法律が必要だろうううとととといいいここで、まあ、在留外国に基本法ということをまあ考えていった,わけですただその中の議論でただそれだけではやはり十分ではなくてなぜその基本法が必要なのかあるいは外国人の方々が日本で暮らしていくと増えていくとなった時にですね日本の将来は最終的にどうなっていくのかと。 いうこともですねこれ合わせてて考えいいく必要があるだろうというふうとふなな議論になりましたでこれはですねそう簡単にあの結論を出るようなものではございませんがその中で円卓会議として一定の見解をやはり示したいということになりまして、まあ、それによってまあ議論が出て,出,て出てまいりましてま、まあ、あのとりあえずまとめたというのがですね外国人と共につくる日本の未来ビジョンであります。 でそういういビジョンに基づいて在留外国人基本法が必要だと、まあ、そういうふうな、まああのえー、議論立てになっております。ではその中身でありますけれどもその未来ビジョンの方ですけれどもこれは現在の課題と対応ということでこれ先ほど申し上げましたように30年の政策財の問題あるいは地域に外国人の方が既に住んでおりますのでそういう基盤をしっかり作っていくと。 これまで外国人の方々は NPO あるいは自治体そういうところが主体として支援をしておりましたがある意味一定の基盤がございますその基盤が全国にしっかりですね根付くようなものを考えていく必要があるとそれからもう一つ重要なのは外国人の方々これまで技能実習制度ということで安い労働力一時的な労働力 という形でどうしても見られてがちでした。で、そうではなくて、外国人の方々は日本社会に貢献する重要な大切な人材であるという形で、これは企業も見方を変えていく必要があるというふうに思います。まあ、そういうような。やは考え方の転換。まあ、そういうことも必要だろう。というのは、まあ我々のまあ現在の対応課題の手でその中で。 在留外国人の基本法が必要であるということを担ってまいりました。で最後にその「未来ビジョン」で書いておりますのがまあ開国の歴史的な意義とはととはいうところでありますでこれはえまあ日本の歴史っていうのは必ずしもですね国を閉ざして異文化あるいは海外化の人たちを拒絶してきたのが日本の歴史ではないということです。我々はは日本人は積極的に 異文化と交流し海外から新しいアイデアあるいは渡来人そういう方々を受け入れることで日本の社会は文化はイノベーションを起こし発展してきたこれが日本のですね一種アイデンティティーでもあるかと思いますそういう意味で彼しも外国人の受け入れというのは日本の文化伝統文化にそぐわないものではなくてまあそういうことこそが日本のですね本来のあるべき姿まあそういうまあ見方もで,すねできるのではないかということをまああの書いております。 ではその具体的なですね在住外国人基本の中身でありますけれども法律の目的として外国人を日本社会の一員として位置づけ対等な社会参画により共生社会を実現し活力ある社会を構築するとでその実現のために国や自治体の責務を明確化すると。一番重要なのは 国としてまあ、政府として外国人をどういうふうにまあ認識していくかということかと思います、えー、人口減少これからさらに加速してまいりますそういう意味で外国人の方々がやはり日本社会に貢献していただかなければこれはまあ日本社会も持続可能性も歩まれると いいいうここととが近い将来起こってくると思いますそういう意味で、まあ、一時的な人手不足対策ということを超えて外国人の方々を社会と一員として,位置,て位置づけするような見方をですね新しい法案の中ではまあ提案提言というかですね位置づけていくということかと思います。それから基本的な理念として、えーまあ、外国人の方々がさらに力を発揮するできるような基盤整備を行うと。 外国人の現在外国人の方々たくさんいらっしゃいますが日本語ができないあるいはさまざまなその整備が整ってないということでまあ本来持ってらっしゃる力が十分発揮できてないというのは現在だと思いますで日本語ができればさらに能力が発揮できる日本社会に貢献できる方々がたくさんいらっしゃいます、まあ、そういう意味でしっかり貢献していただくような基盤整備をしっかり作っていくということが必要、まあ、そのために国自治体は えー、彼らをまあ支えるあるいは彼ら活躍するための土台を作るということを国自治体がしっかりビジョンを持って、えー、計画的に基盤を整備をしていく、まあ、それがまあ責務であるというふうに考えております。うんえー、そこは最後ですけれども、まあ、事業者のまあ責務ということもありますこれは政府に協力して外国人の日本語学習あるいは職業訓練、まあ、そういうことをまあ企業は責任を持ってやると。 いうことでありまして、まあ、従来のような安い労働力という見方をから転換して、えー、しっかり彼らをに貢献してもらうような対応を取るということであります。それから日本国民在留外国人の責務ということもこの中では予防の中でていますこれは、えーまあ、外国人日本人の国民からするの立場としますと外国人を社会の構成戦士として受け入れて、えー 協力強,強制の推進を図るということでありますし在留学院の方々もですね共生社会の実現に向けて積極的に社会参画をしていただきたいというふうに考えております。それから基本方針基本計画の作成これはただ単にですねあの毎年あのただ単に事業を並べるというだけではなくて計画的に5年計画なりしっかり計画を作ってその中で進捗を図り さらにその次の先ということで、えー、長期的な視点から基本計画を作るあるいは白書を作るそれからまあもう一つ提言をしておりますのは多文化共生習慣ということであります。これは国民の方々にこれからは外国人の方々とともに日本社会を作っていくんだとそういうことをやはり理解していただく、まあ、そういう発想を転換していただくような啓発もこれも必要であります。そ、まあ、そういううういい意味でそういうものを設けると いうことをあの法案の中では案の中では作っております、えー、以上でございますけれどもまあ、日本は少子高齢化人口減少ということで、えー、まあ、若い方々の意見を聞くとこれから日本はだんだん衰退していくんじゃないかというような見方をする方もいらっしゃるわけですで、そうではなくて外国人の力を借りて、えー、活力ある社会をですね再生していくと まあそ,れがまあそれができるかどうかが今の境目であるというふうに思っております。そういう意味で単なる一過性の受け入れではなくて外国人の方々がさらに活躍し日本に新しいエネルギーを注入していただける、それことによって日本がまあこの停滞感を払拭する、まあ、そういうようなことをですね、えー、の議論が広がるようなことをまあ今回のまあ法案の提案として、い、え、う、ー、ことで臨んでおります。 あと、船久保さん。船久船、その受け入れ企業の、側の、あの、あの代表として、船久保さん、はい、よろしくお願いします。はい、えー。私は今現在、あの、先ほどもご紹介いただきましたけども。一般社団法人東京工業団体連合会の会長を務めております。えー、三十三団体七千社の、まあ、一応、あのー。 会員がおりますけれども、まあ、私が今日ここに呼ばれたのはそ,ううそれとはちょっと違いまして、えーえー、と1992年から2013年にわたりまして、えー、中国人研修生実習生事業というものをです、ね、東京大田区の大森工業協同組合というもとで、えー、約130人から40人ぐらい えー、受け入れたという経験者であります。で、まあ、一般的にその、えー、実習生研修生のいろんな、あの、新聞メディアで報道されているような。あの、ところと違いまして、私たちは、あの、私自身が直接実習生と、えー いろいろ話し合ったり、飯食ったり、旅行したりしてましたから、ちょっとあのメディアとは違うところの感想を持っています、でまあ、そういうことで、えー、今日この外国人の,その外国人基本法というのを考えるときにです、ね、彼らがです、ね、永住できるかできないかというのは非常に大きな問題でありまして、あの特にあの99%以上を占める 中小企業ですね日本のの全体のそのこの中で一番必要とされているのはもちろん単純労働もありますけれども基本的には23人あるいは10人ならの会社であれば熟練工が欲しいわけですねで熟練工っていうのは叩き上げの人物でありまして5年経ったら帰ってもう来れないとか3年経ったら来れないとかっていうんじゃ労働者熟練工としては意味なさないわけでそういう意味で 私たちはあの、この今までの法律に対して、えー、疑問を考えながらやってきまして、で実際、もっと付け加えますと、えー、中小企業にとって、その3年、4年で帰ってしまいますと、中小企業の技術流出にもつながりかねないななんていうこともありまして、結果的に20年間やりましたけれどもあの、終了いたしたと、そういう経験を持っております。 そうするとやはりあの企業の側としても、きちっと外国人労働者を受ける、そういうあの仕組みがやはり、企業としてきちっと対応するためにも、そういう仕組みが、制度が必要になってくるっていうことこですね、まあ、仕組みはもちろん大事なんですけど、いずれあの帰ってしまうということが前提で、再来日がなされないということが、一番の、われわれが建設性事業をやめたということになります。 でまあ、あの一般的にその外国人ああの使,う使うというかあの、使用する場合に、ですね、えー、言葉の問題とか、風俗、習慣の問題などありますけれども、やはりその我々中小企業とすると、すべて外国人来た場合ですねあの、もし来た場合には、中小企業に来た場合はすべて正社員です。 決して契約社員なんていう名前はなくて正社員ですですから同じ釜の飯で食うとあの暮らすということですからもう帰ってしまうのはまあいわゆる定年とかいうのと違いますからそこらへんがちょっと問題でございましてだから計画立てようにも立てらないその場しのぎのあれだったらいいんですけれどもで現在手不足でありましてえそこらへんもちろんあの今 キャリア教育その他叫ばれておりますけれどもそれ,それがどのぐらい効果を発揮するかまだ分かりませんのでいわゆる外国人労働者のハングリー精神に期待して我々自身があの対等に外国人と接することによってえ会社の中堅社員として育って,ていきたいっていう気持ちを持っているわけですけど今の制度じゃどうにもならないということで,でまあ今ちょっとあの新しくこう 特定技能2号ですか、出てきたんですけども、それもまあちょっとはっきり不透明なところがありまして、われわれにしてみれば、早くこきちっとしたそういう、のこの外国人、今、文集先生がおっしゃいましたような外国人基本法ですか、がきちっとなされているところにおいて、のその労働者問題が解決できるんじゃないかなというふうに考えています。 それで、えっと、予定の30分になったんですけどやっぱりまずその、質疑応答に移る前に、皆さんがあの疑問にきっと思われていると思いますあの、どうして国松さんがこれをここの今、この場に貸しておられるのかなという、これはどううししてなんでしょう、えー、そのご質問でございます、私自身はあまり違和感なくやっておるところでありまして。 えー、まああの多分そういうご疑念が出るのは私は元警察官でありますから警察っていうのは要するに移民は反対するもんだとそういう役所じゃないんですかとそこの危ぶんやっとったのはなんで賛成なんですかとこういう、まあ、間を全部抜いちゃって、えー、そこでそういうご疑念が出てくるんだろうと思いますがことを分けてと言いますか筋書きを立って考えればそんなことは全くない話であります。これを あまり長く言うのは、この席で言うのは意味もないことでありますし、ええ、私の個人的な話でもしょうがありませんので、簡単に申しますが、ただ、私はこの、外国人労働者の問題に頭を突っ込みましたのは、警察をやってたからというのではなくて、実は警察庁長官が辞めた後、スイス大使をやっておりました。で、実はスイスという国が、これはもう、もう本当に移民大国であります。というか、もう移民の力で国を起こしてきた。 という歴史のあある国であります現在、えー、全人口の24%、25%は外国人なんですね、うん、そういう国で、えー、当然昔から外国人庁という役所を持ち、外国人法という法律を持ち、うん、ちっとした外国人受け入れの基本理念も持って、えー、ずっとやってきているんでありますが、なかなかうまくいかないと。 いう、そういう苦労をしておられる姿というのを、私、在任3年間の間にずっと見てまいりました。で、とにかくスイスというのは、日本と違って、いろいろとありますけれども、ちゃんとした理念があり、方針もあると。日本は、ひるがえってみると、今はちょっと、この、新しく法律改正があってから違うんですが、要するに、何にもないんですね。先ほど30年の空白感と言いましたけれども、本当に、 役中央官庁というのは何にもやってこなかったわけであります、外国人の、どのように受け入れて、どのように働いていただいて、どのようなキャリアパスを作っていくのかなんてことは、考えた役に一人目ないということですねあの、法務省だけが出入国の管理だけを雇ったということでありまして、で、実際のいろんな外国人の支援については、これ、全部丸投げで地方自治体に投げておったと。したがって、非常に意識の高い先進的な地方自治体なり、 あのその市町村内に、常児意識の高い NPO の方々がおられるところは、かなり進んで、相当いいことをやっておられる、やってないとこは何もやってないということでの差がありまして、それで、日本というのは全く外国人政策については何もや,らやってないと、移民政策が取らないという言葉だけで思考停止してしまっているというようなところがあったものですから、私はフラス,スイスから帰ってまいりましたときに、 まあいろいろなところで講演する機会をやりましたときに、スイスという国はこういうことをやってるんだから、日本もちょっと考えないと、やはりおかしくなりませんかというようなことを言ってるうちに、それがまあ外国人問題についていろいろと専門的にやっておられる皆さん方のお耳に達したようで、まず未来をつくる財団というものをつくった、定時流外国人研究会というのを座長をやれということで、お鉢が回ってまいりましたで、その未来をつくる財団というのはこ、こちらの日本国際交流センターと、愛知の遊戯団体のようなものになってるものですから。 こちらは今度お、円卓会議を開くとあ、立ち上げるということになったときには、共同議長をやれということで回ってきたということでございます。まあ、私自身はあ、この外国人問題についての専門家でも何でもありませんが、問題意識は非常に持っております。でその問題意識は、あの、必ずしも、実は今、さっき明治さんとかいろんな方のお話がありますけれども、そういう方々と、丸っきり全部一致して、えー、私の感覚が、 正しいのかどうか、あというか、合ってるのかどうか、うんあ、足並みが揃っているのかどうかというのは、ちょっとよくわからないところがあります、ただ、私は、これは今、水質大使として直接問題意識を持って返っしたということですけれども、今度は実際にこの外国人問題、日本の外国人問題というのを見てみますと、私がやってきたまさに治安行政、警察とやってきた治安行政。うん ちょっと言葉はきついですけども、まあ、日本の社会の安心と安全をどうやって確保するかという、そこの問題になってきますと、要するに、この外国人対策というものが、何にも無定権、何もなくて、なし崩し的にずる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 入ってくるような状況が続きますと、これは私は日本の国の治安問題に転嫁すると、うんえー、現在、今日の外国人問題というのは、明日の治安問題であると。 こういう問題意識を持っておりまして、それはもうあの、外国人が増えれば若干犯罪が増えるというのは当たり前であります、外国人がいなければ外国人犯罪はないわけでありますから、外国人が出れば、そんなに増えていくる、ただ、それよりも何よりも、もう日本の中で、なし崩し的にといいますか、もう非常に労働条件か何か非常に悪い状況で、しかも自分のキャリアパスが全然わからない、お酒真っ暗のような。うんあ もう何年かしたら帰れって言われてるような外国人ばっかりが日本にいてですね、非常に悪い感情で日本にずっと溜まってくると。で、こういう状況がずっと続きますと、これはもちろん、ある意味では言葉は悪いですが、落ちこぼれて、それは犯罪予備軍になってくるという状況があるでしょう。したがって、そういうことないように、今のうちから、その対応策というのは、先ほどから言ってますように、もうちょっと定住型であるとか、そういうその日本語教育をもっとやるとか、いろんな形がありますけれども、そういった形で、 いかに日本人として日本人と一緒に生活をしていくことができるかというその関係を作ってやるそういうことをやってやらなければだんだん落ち込れが落ちてきて違った言葉を変えれば治安問題に転換していくということでありますからそうならないように今から手を打たないかいなというのは私の問題意識でありましてまああのー 多文化共生というような言葉につきましては、いろんな捉え方がありますので、私自身、納得できているわけでもないところがあるんですが、とにかく、やはりあの少しでも今のような外国人を、もうほぼ純粋にといいますか、労働者として、労働者というような労働力として考えて、使えるだけ使ったら、あとはもうさよならというようなのは主流である、そういうような政策が主流であるようなことであったら、あやっぱり良くないと。 その意味で、今度、あのー、出入国管理、再出入国,国在留管理庁というのができまして、国がようやく第一歩を進みました。まあ、案、あ、内、のー、とか、そういろいろある、その通りだと思いますけれども、ただこれ、なんもやってこなかったんだから、あ曖昧になるのはしょうがないでありまして、これからやっていけばいいことだと思います。従いまして、私どもはあ出入国在留管理庁のやりになることをよく見ながら、 その中で、それの定着の度合い、あるいは政策の進み具合というのを見ながらあ、あいろんな提言をしていけばいいのではないのかなというのが、私は今、円卓会議の共同議長をやっておる一つの問題意識でございますあ,ありがとうございました。えー、それではもう、時間もだ経ってきておりますので、もう残りあと20分ほどしかございませんので、えー、会場の方、何かご質問、あどうぞあ、マイクの方よろしくお願いします。 あの読売新聞の三好と言います、えっと、あのさっきの,あの、えー、明治さんの,あの、えー、プレゼンテーションの中であの、まあ、ドイツのあ僕はドイツの都会やあったものですからあの、まあ、ドイツの現状、まあ、若干わかるんですけどもあのこの,あのやっぱりあの確かに30年の政策不在というのがあって、まあ、やっぱりあのその教訓からいろんなことをやらなくちゃいけないという現状が、まあ、10年ちょっと前ぐらいから強くなってきて。 ただ、ののそ,そういうことをやったからといってじゃあうまくいってるかというとそれまた難しい、要するにこの例えばこの統合政策であの600時間の統一語学習、これもあの私の知ってる限りではそんなにうまくいってないんですよね。やらないよりはやったほうがいいんでしょうけども、確か B1 とかいう日常会話できるぐらいのクラスになる人が。 どれぐらいでしたかねちょっと半分ぐらいだったから、まあ、いずれにしてもそんなに高い数字じゃないんですよね。だからまあ、あのー、あまり、まあ、ドイツの現状を理想化することはできないなっていうのは、まあちょっと言い,い,いたかったこととあとその、あのー、国,国松さんからもちょっと話があったその多文化共生ということなんですけども、あのー、ただまあもしあのこの、あのー、提言にあるような、まあ、私の理解だとこの提言というのはもう あの移民ということを前提として外国人を受け入れろというようなことを言ってるんじゃないかなという、私は印象が受けてたんですけども、そうであるならば、もう多文化共生ということよりも、ですねまあドイツの例で言えば、もうあの要するにインテグレーションですね、同化なり統合、もうこれでやらなきゃだめだとも、うもう多分、ヨーロッパの調べて、フランスにしても何にしても全部そうだと思うんですけども、だからもう、基本的なあの考え方の、おそらくその。 転換というか、もうそういうふうにやらないと、あの、決してうまくいかないんじゃないかというふうに、僕は思ってるんですけども、まあ、いかがでしょうか。重要な、ちょっと質問があったと、ね、私でよろしいですか。<laughs> はい、ご質問ありがとうございました。えっ、ー、と、ドイツの例、の話ありましてまあ、あの、私も、えー。一昨年、ドイツに来まして、あの、ちょうど難民の人たちが増えた、その後の状況でしたけれども。まあ、ドイツの場合、あの、一つは。 まあメルケル政権、非常に難民に対して非常にまあ好意的というか、ですねまあそれによってまあ今政策が大変な、政権が大変なことになっているということもございますけれども、難民の人たちの数がまあ100万人近く入ってきたと、一時期入ってきたと。実際難民の方にももお会いしたんですけれども、まあ 一切学校に行ってないとかですねそれからもう、まあ、あの精神的にそれこそ虐待を受けておかしくなってらっしゃる、まあ、そういう方も含めて入ってらっしゃって、まあ、そ,ういうあのそういう方々も含めてこれは人道的な形で、まあ、ドイツは受け入れをしたということがあります。 ですのであのドイツ語学習これも政府は非常に力を入れておりますしそれから、えー、外国人のための、まあ、職業に関連したドイツ語学習これもやっておりますが非常にやはり苦労しているというのは現実だと思いますただ、まあ、徐々に成果が上がってきてるということだと思います一方日本は外国人に対する日本語教育はどうやってるかというとこれは文化庁でありまして。 えまあその年間予算はいくらかというと実は2億円弱しかないわけでありましてほぼまゼロに等しいというのがこれまでであります。で実は今年度あの私ごと大変恐縮ですけれどもまあ文化庁のですね日本語教育のあの委員にまなりましてえぜひあの日本語教育の関係者だけじゃない視点からですねぜひこれを考えてほしいということでありますけれどもまあそういう意味で日本はまあ あま今からです、ね、スタートして外国人に対する日本教育を始めるというのが、まあ、実態だと思っております。まあ、そういう意味でいうと、まあ、あのいろんなあのドイツも難しい問題を抱えておりますけれども、えー、これ、なかなかです、ね、今、日本に住んでいる外国人の方でいうと、まあ、現場で働いている方について言うと非常に忙しいと例えば政府が日本語教育をやろうとしてもじゃあそこどこの時間でじゃあその日本語を勉強するのかというような問題もあります。それから非常にその、まあ 現場労働の方でついて言うと、まあ、あの、まあ、お金もないわけですから。じゃあ、お金を出して日本語を勉強するかというとですね、これ、はなかなかできないというようなことがあります。まあ、ドイツは、これはまあ、ほぼ無償に近い形でやっておりますけれども、まあ、そういうことも含めて。 外国人の方々が本当に日本の社会で貢献してもらうためには日本語というのはこれは一番重要なポイントだと思いますがそれどういう形で実現性のある形で彼らが日本語を学ぶ学び能力を上げていくかとこれは、まあ、あの日本にとって非常に大きな課題だというふうに思っております。 それから2番目についてはまあこの統合政策、ヨーロッパではまあ統合政策でまあ日本では多文化共生という形でまあ発展してきてまいりましたがえ日本の場合はあの国松社長もおっしゃったようにですねまあ自治体、NPO に丸投げされてきたのが実態であります。ただあのヨーロッパの方が日本に来て まあ驚かれるのはです、ね、国の政策はなくて、まあ、何も日本は大変なことになってるんじゃないかと思ってきたら実は自治体レベルでは非常によよくくやっているととうようなことをお話を話されます、まあ、国が何もやってこなかった分ですね自治体の費用がまあ本当に厳しい予算であるいはボランティアの方がまあ相当未然に起きてですねあの日本語を教え社会にま溶け込むような活動をされてきたということでありまして。 まあ本来、これからは,やはり国が責任を持って統合政策もやっていくと、まあ、そのためのもう土台は私たちは一定程度すでにあると思いますので、まあ、そういう意味でそれをしっかりですね基盤を作っていくとゼロからやるわけではないということが、まあ、これ日本にとっては非常にいいニュースではないかなと思っております。ると今のそのそ 明治さんのお話によると多文化共生ということとそれから統合政策ということはこれは実はまあほぼ同じ範疇の言葉として捉えてもいいということなんでしょうかあのまあニアリーイコールだとは思うんですけれども。 違いとすると多文化共生というのはまあ自治体の企業がやってきましてですね、うん、まあ地域でまあ外国人を受け入れるという形でまあこれまで来ましたただあの多文化共生でですね統合政策は何が違うかというと労働の分野ですね。うん 要は考えてみると外国人の方が日本で安心して働けるためには例えば子どもの教育とかです、ね、日本教育も大切なんですがそれ以上に働いている企業がブラック企業でないというところこれは非常に重要だと思います、うん、そうでなければブラック企業であればです、ね、いくら周りが一生懸命支援をしてもです、ね、これ長くいるわけにはいきませんので投稿政策の場合はもう少しこう全,全体的なです、ね、あの私自身はイメージを持ってましてそうすると企業もやはり外国人に対するです、ね、対応もしっかりしていると。はい それは地域社会でも受け入れしていると、まあこの、これは車の両輪で、両方あって初めて、多分外国人の方は定着し、活躍できると思うんですけれども、うん、そういう意味で多文化共生というのは、どちらかというと生活面だけが中心ですので、うんはい、そこはちょっと違うのかなというふうに思いまちょ、うん、っといあのす、まあ投稿政策ということです私はスイスで見てきた話なんですけどスイスはあの外国人向けの基本理念は、インテグレーションなんですね。うん、でインンテグレーションっていうのはは日本は しして統合とられるで、それはどういう意味で使ってるかって言って、向こうの外国人庁の役人とか、まあ政治家なんかに聞きますと、それは外国人をスイスの政治の文化的、社会的、えー、経済的なあ、まあ、社会の中に、 中に参加させることであると、こういうように法律文では書いてあります、でそれは実は、アシミレーションとは違うんだと、アシミレーションというのは、どう化でありまして、そのスイスの中に完全に彼らの文化を吸収して、えー、その彼らの文化をなくしてしまって、スイスの文化の中に全部ひっくるめて、どう化をしてしまうというアシミレーションではないんだと、うん、でもう一方で、マルティカルチャリズムと言っておりましたけれども、 つまり、いろんな文化、まあ、その多文化行政という言葉がその辺がちょっとはっきりしなくなっちゃうんですけれども、要するに、複数の文化がこう一つのススイスの世界の,世界の中にこう並立をしていくと、ポコッポコッポコってあって、まあ現、形としてはこうゲットのようなものがいろんなところに出てくるというイメージを持ってるんでしょうかね、そういうマルティカルチャリズムでもないんだと、うん、インテグレートするんだと、こういう言い方をするんですね。 その文化的、社会的、経済的な生活の中に、彼らに参加をしてもらうことなんだと。うん、面白いのは、この中に政治、ポリティカルという言葉は入ってないんですね。あくまで、文化的、社会的、経済的な生活の中に参加させること、参加を可能にすることというのが、向こうの外国人法の4条に書いてあります。しいまして 彼は彼らのに一つの考え方を持ってやっているわけで、えー、その辺はもう、あの、インテグレートという言葉を使った場合にどういうことになるんだということをもう少し突き詰めて議論をしていくと、一つの答えが出てくるんじゃないのかなと思います。日本は、あの、繰り返しになるかもしれませんが、今まで何にも議論してないですね。お任せでし、各自治体がやっとるだけで、中央レベルでというか、そういう、あるいは大きなマスメディアを全部巻き込んで、議論したなんてことはないんです。最近でしょ。 大きなメディアが外国人問題取り上げられるな。今まではなの取り上げたところの一つもないですよ私も見てる限り。ですからそういう意味では今ようやく議論が始まったその議論のきっかけになったのはこの間の改正法だ出入国管理の管理法の難民法の改正問題だと思いますでいろいろ議論がありましたけどもこれによってようやく国論といいますか国論レベルで大きな議論がいろいろ出てまいりました今本当にどこの雑誌を見てもそういうもう 大問題なんですけど、いいことだと思います。で、議論をしていくうちに、方向性は出てくるんだろうと思いますね。皆さん、言葉の理解がそれぞれ違うんだと思います。あの、多文化共生って私の方が聞くとですね、えー、っていうところは実はあるんですね。や,やってた仕事が仕事ですから。<laughs> <laughs> そう、ただ、それは、ああ、おそらくよく詰めれば何にも違わないって言いますかあ、それ多文化共生でいいんだねってことになると思うんですね。ただ、それを、あんまり生にえのままさずっと解いてるもんですから、 話が全然つまらないと。だからこれから私は、まおうに議論をしてもらって、それで、えー、その議論の中心になるのは、あ今度、政府がいろいろと総合的対応策ということでお始めになる政策がいろいろあると思います、おそらくできるものもあれば、できないものもある、いろいろあると思いますが、それについて具体的なご議論を進めていただければ、その中で、えー、何をしなければいけないのかということはだんだん、 具体的に分かってくるんじゃないかななのかなと。それをぜひ、あの、これから始めていただきたいというのが、私どもの、まあ、円卓会議といいますか、私どもの、おやってる未来を作る財団なんかの切なる願いでございます。その方向に私はいい方向に行っていると。 いいうようよに思いますあの30秒だけあのこの提言のベースになっている現状のまま放っといていいことは絶対ない何かしなきゃいけないというところではこの円卓会議面は一致していると思うんですけども先ほど話しました日本の国の在り方というか将来今、三好さんがお聞きになったその統合なのかどうなのかってその辺についてはまだまだ相当議論が必要なんであの今年度もですね円卓会議何回かしたいと思ってその辺が今回も大変 重要なテーマだと思います。うすどうもありがとうございました。すみません、国松さん、ちょっと参考で一つだけもし分かれば教えてください。そうするとスイスはその外国人労働者の人たちは参政権はどうなんですか。あるところとないところあります。あ<ー>ない方が多いですね。あそうですか。ですからあの外国人法には政治的生活に参加させるとは書いてないんですね。あで、あまあただあのそのカンレベルと言いますか、各州レベルでは。 三角州のところもあります。特にあのノイシャテルといいまして、西側のフランス語フランス語圏のところは結構参政権を持っているところもあります。<う>だけど普通はドイツ語圏は特にゼロですね今のところあ、そうですかありがとうございます。それでは今時間がありますので、じゃあまずそのお二人のご質問は必ず受けます。ではあの左側の方、はい。 今日はありがととうございまますす群馬県のの新聞の寺島と申しますこれまで大泉町のブラジル人ですとか館林市のロヒンギャ難民の取材をしてきましたで、えっとまあ、群馬県で大泉町や、まあ、浜松のブラジル人社会もそうだと思うんですけれどもあの平成2年の入管法改正のときは、えー、日系人を南米中南米の日系人をあの呼び込むとで在留資格は定住者で、まあ、これは大変長くいられると。 あのまあその前のものともといらっしゃったそのまあ朝鮮人ですとかあと韓国人の方ですとかあの平成2年の日系人これはずっと長くいられる在留資格でもって今日本社会に溶け込んで今30年経ってもいらっしゃる方がいると,でえっとそのあとの技能研修事業ですとか技能実習事業というのはそのまあ先ほどもおっしゃったように大変短いターンで返されてしまうというのがまあ問題になったとで今回の,その入管法改正を見ているとその まあ基本的にはまあ5年、まあ、ないし10年で帰っていただくというようなまあことがまあ原則として謳われていてどちらかというとその本当にそのインテグレートしてあの日本社会の一員になるというよりかは帰いつかは帰ってもらうんだけど今までよりはよくしますよっていうようなその政府の本音というのが透けて見えるような気がするんですけれどもあのまあそういう意味でそのむしろその。 移民政策を取らなくて一等取らなくてもやっていく道をこう探し始めているのかなというような印象を持ちです。あ、印象を持っているんですけれども、その点についてあのお考えがあれば教えてください。じゃ明治さんはい。はい、はいえー。ご質問ありがとうございました。あの私自身実はあのこの法案を作る最中にまあ自民党あるいは野党にも何回か呼ばれましてお話をさせていただく機会がございました。 でえーまあ、あの2号と1号と2号と変わると全然違うわけで2号はまあ,ある意味技能実習生の延長のようなものではないかと私は思っておりますが、まあ、どちらかというと来る方もです、ね、出稼ぎ感覚で来て5年で帰ってしまうと1号,、ね、1>, 1号ですね、失礼しました 2>,、はい、で2号はまあ家族帯同ができて、えーまあ、更新もできて最終的にまあ定住していくという可能性が高いというものでありますが。 であのまあ、今日お話ししてるのは、まあ、どちらかというと2号の話でありまして定住前提に受けるべきだという話をまあしております。でそういうい意味でじゃあ2号を これ2号は14業種のうちの2業種しか認められていないというのがまあ現実であります。でなぜそうなったかこれはまあメディアの方がもすでに取材されておられますけれども国会の議論の中でこの2号っていうのはこれはじゃあ移民政策じゃないかという話がですね、えー、議員の中で出てきたとまあ、そういう方そういうこともあって。 まあその2号本来2号がもう少ししっかりした形で定着すべきと私は思っておりましたがそれがまあ中途半端な形でまあ不完全燃焼の形で今が2号がまあ議論されててまあその道筋も割と明確不明確ではないと不明確であるというのが現実かと思いますただ現実問題としてあの船久保さんがおっしゃったようにえこれはあのしっかりしたですねしっかりした企業はしっかり外国人を受け入れてその方々に熟練庫として 育ちですね、収穫の人材としてなっていただきたいというのがまあそういう声があって、でそういうことであれば当然2号が大きな道筋になるべきだというふうに思っております。ただ一方、えー、使い捨て的にですね外国人労働者を考えているところは1号でもいいんじゃいいなという話であると思いますね。ただそれはじゃあ1号で本当日本の企業はそれでいいのかどうかというところが問題でありまして。 そうするとまあそれこそ外国人の受け入れでまあ問題されているのはまあ安い労働者を受け入れてそれをコロコロ回していくようなシステムですと最終的にはこれは途上国のですね企業と同じように低賃金の労働者に依存するような体質になってしまうわけでしてでそうではなくてまさに船子さんのおっしゃるような外国人を受け入れてそれにしっかりした能力をつけさせて。 企業としても体質をどんどん強くしていく。で、それが本来あるべき姿かと思います。で、逆に言うと、まあこの今外国人の受け入れをめぐってですね、どちらかと,いうとその定あの途上国型の産業に行くのか、あるいは本来あるべき日本のものづくりの産業に行くのかですね、こう二つの道が分かれるようなですね状況になりつつあるのではないかなという、まあそこは私は危惧しております。はい。あ、それじゃどうぞ。 ではあの時間がもう来てますのでこれが最後の質問というすいませんあの小崎と申します私はあの個人代表とそれから社会福祉法人の理事という二つの身分があるんですけども社会,社会福祉法人としましてはねご存知のように少子高齢化で、えー、どうなるかと最大の社会いや日本全体の問題ですねその場合やっぱり圧倒的に困ってんのが人材不足でそれも おっしゃっていたような、そのなんてんですかね、えー熟、未熟練労働者というよりもです、ね、介護福祉士だとか、そういう資格を持ったです、ねまあ、あのじ人材も必要なんですよ、で私が所属しているあの法人ではです、ね、今度、スリランカ人をです、ねえー、呼んで、それを、まあ、学,学費を出して、2年間がで、まあ、や雇うというのでやると。 来年からはですね、ミャンマーからですね、そういう人たちを入れようというんでやってるんですけども、まああの、大きなグランドデザイン、強制化、統合化とかっていろいろありますけども、やっぱりあの、まあ、中小企業の方々もそうだと思うんですけど、やっぱり当面の問題というのもあるんですよね、その辺のところをあの皆さん方はどのようなお考えになってるのか、ちょっとお聞きしたいと思いますじゃあ、小原さん。 いや、あの、いいご質問で、あの、その未来ビジョンじゃないですけど、相当先にどうなっていくかということを考えるっていうのは、ものすごい大事だと思うんですけど、それと合わせて、もう直近の問題で、もう待ったなしの、まあ、人手不足等が起きて、まあ、あの、地方では、まあ、あの、それこそコミュニティがそもそも成り立たないというようなところも出てきてるんで、あの、そういう意味で、あの、まあ、あの、答えになってませんけども、やはり方向性はある程度一致しつつ、あの、具体的な、 どういうあの政策が必要かということをちゃんと具体論で議論していくという。まあ両方なんということしか言えないのかなと。しあと船久保さん。どうですか。はいえー、あの。私。別にあの破壊、博愛主義者じゃないんですけども。外国人が来た時は。 同じ釜の飯を食うべしっていうのがモットーでして、えー、いわゆる安い賃金で使おうとかなんとかっていうのは考えたことはなかったですでまあいわゆるものづくりっていうのはですねやはり石の上にも3年じゃないですけども要するに技術を売るために時間がかかるわけでしてこの時間をかけるっていうことがまあその日本の もの,づくりの底辺をここまで支えててきたというふうふに思ってますでその人間がいなくなったのを誰がするかっていうことでこの外国人っていうことで今ちょっと考えているんだと思うんですけれどもその場合そのやはりその接,し方接し方なんですよねであの今あの日本語の問題も出てきたと思うんですけれども今実習生なんかで3年間ぐらい言いますと。 3年いた人間が1年目に来た人間を教えますから、日本語の問題っていうのは3年いた。人間がいればもう極端に解決するっていう。そういうようなあの経験をしました。ですから、まあ、まただ。 やはりその,その場合でもですね、やっぱり会社として一つのこの1年、2年、3年っていう、その機能をするということですね。で、先ほど、明治先生がおっしゃられたような、その、えー、ポルトガルからあ,、えーえー、あのブラジルから来てブラ、えー、ポルトガル語も日本語もしゃべれないっていうんじゃなくて、あくまでも日本の中に、日本の工場の中でその、中の人間と交流するということに関して言えば、日本語っていうのはもう簡単に 解決するというふうに私は思っています。まあ、いずれにしろ、あの外国人のこの文庫っていうのが今この2号においてもその業種の制限がありますんで、もうちょっとこうきちっとしたあ技能試験っていうんですかそういうものを経てですね、あの雇用できるような状況になっていただければなというふうに思っています。はい、ありがとうございました。とそれではもう時間になりましたので最後あの。 いつものように皆さんに今日記号メッセージをお書きいただいてるんですが、これはあなたにご紹介いただけれ、うん、これはもうフラグです。<laughs> <laughs> 直上開行、直上傾向直上傾向。はい、すみません思。思ったことを素直に実行するっていうことです。はい。ですからまあ他にとらわれないで、もう本当に思ったこと、うん、まあ他を無視するんじゃなくて、やはり自分まあいろいろ えー、自分の周りを見つつ、思ったことを実行していくという、そういうありがとうございました。それではいつものように、あの記念品をあの贈呈させていただいて、えー、締めたいと思います。それでは皆さんどうぞ拍手で